ネアムツ県は、ルーマニア・モルダビア地方の県。県とは、ピアトラ・ネアムツ。人口は、約57万人。民族構成は、ルーマニア人が98.66%、マジャール人が0.05%、ロマ人が1.08%、リポバン人が0.07%。東は、ヤシ県とバスルイ県。西は、ハルギタ県。北は、スチャバ県。南は、 バカウ県に接する。県の西部は、東カルパティア山脈に属する山地で、標高1907メートルのオコラシュルマーレミネと1904メートルのトアカミネを持つチャフラウ山海がある。また、ビカズ川に沿って美しいビカズ渓谷がある。1950年代にビストリザ川に、ビカズダムが建設され、ルーマニアで最大の人造湖、イズボールルムンテルイ湖が形成された。 県の東部は、シレト川に沿った標高の低い地域である。ビカズ渓谷県内の主要産業には、以下のものがある。ビカズダムによって作られたイズボルルムウンテルイコの水は、ビカズイコールステチャル水力発電所で発電に、使われている。県は2つの都市、3つの町、78の小自治体から、なる。国家統計局ポップヤレイティ国家統計局。 ポップやレシャデュープエトニーアーカイブド2009年8月16日アットザウェーバックマシンありがとうございます